白老町ではアイヌの伝統的な保存食、サッチェプ作りが行われました白町の民族共生町長空間ウポポイで行われたサッチェプ作りサッチェプとはアイヌの言葉で乾燥させた魚という意味で塩漬けにした魚を乾燥させた後、といろりの煙で燻製にしたものです。 27年ぐらいこの鮭、サッチップを作るのを携わってきましたこれからもまた若い方がその伝統文化を受け継いでいただくように指導していいいきたいなと思います。サッチップをいぶす作業は8月頃まで行われ早いもので5月初めから完成品が仕上がっていくということです。